はいどうも、せつなです。いや、日曜日で家に親がいないってもうめちゃくちゃテンション上がりますね、これ。ということで今回は僕がネットで見つけた超超超面白い爆笑動画にツッコミを入れていくって感じで、はい。あとこの動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録と高評価、あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではどうぞ。お、これはサッカーの試合ですね。僕サッカーあんま見ないんですけど、まあたまたまテレビつけて PK やってるとつい見入っちゃうんですよね。さあ、このシュート決まるのかどうか見どころです。なんでや。え、この人またやんのやめたれ、マジで。いや、さっき顔面に思いっきりボール。ほらー、いや、スロー戦でええねん。ああ、もう寝っ転がっちゃったよ。もうこれ絶対決められん。なんでや。もうこれ相手チームわざとやってんだろ。おいおい、お前もう血だらけやん。いやいや、もうさすがに椅子座ってるくらいだから決められんな。なんでな。いや、もうさすがにキーパー交代してるでしょ。まだやんのかい。もうゾンビみたいになっとる。もう奇跡だ。お、どうやらこのゴールキーパー生きていたようです。お、お見舞いに来ていますね。やっぱね、チームメイト優しいですね。ひどーい。はい、続いてなんですけど、このハイダショウコさんって人の絵が絶望的に下手すぎるということで、僕と一緒に見ていきましょう。すいません、もうこの時点でやばい予感しかしないんですけど。すいません、なんでハイダショウコさんの絵は映さないんでしょう。上手ですね。いや、嘘つけ。